以前芸術工房のいいことスイッチ、いいことスイッチ、山下です。エクスです。本日はですね、他の YouTuber の方がねやってるドッキリをですね、ほんまにうまくいくんっていう検証動画でございますね。元ネタは概要欄に勝手に貼っておきます。こちらですよ。枝豆の中身がですねセイロガンに変わっていたら苦いんですよ、ものすごくね。サクさんにやっていきましょうよ。それではちょっと仕掛けを作りたい、真ん中ら辺の枝豆を出しちゃいますか。出しちゃいましょうか。真ん中が出ましたね。出ましたね。ちょっと小さいか。じゃあまあそこにじゃあ直接さ、直接なるほど。ものすごい強烈な匂いがする。匂いがやばい。あ、衝撃の事実。セイロガンで積んでますね、これ。あ、じゃあ、やっぱりそうや。枝豆に入れなあかんね。もうちょっと、ちゃんとこのセイロガンと枝豆は山下で食べますから、はい、食べてください、お願いします。もったいないことしたらダメですからね。うん。これを、なんかセイロガンとして食べるので違和感ないですけど、うん、枝豆は止まって、これやったら凄まじいと思いますね。これですね。来ました。セイロガン、これ。あ、いい感じです。いい感じ。こんな感じで。ちょっとしてみますか。いいですね。出たから、いいんじゃない、もう。ウーアブタもいいんじゃない。あ、ウーアブタいらない。オンザセイロが。オンザセイロが。あ、でも。わかるか。完全に。入れ替えたりってそうですね。そうな、完全に入れ替えよう。はい、ちょっと待ってください。これはじゃあそのまま行こう。入れとこ、これはじゃあこのまま入れとこ。ちょっと慣れてきましたね。なんか、あ、いい感じだ。お、あ、めっちゃうまい。これはうまい。完璧だ。さあさあ、それ行きましょう。行きます。じゃあ枝豆早食い対決しようね。あ、食べていい。これ美味しいだな。いいことスイッチ、イエーイ。たくさんです。ちゃんでーす。でーす。はい、今日の動画はネタがないってことで、はい、枝豆トーク、豆トーク、辛い豆トークですね。豆トーク。じゃあ最近あったイラッとした話。イラッとした話。豆とサボかけないまあ、ティーンズのね、あ、はい、もう豆を食べながらこのこうサラリーマンっぽくいきましょう。いただきます。え、何やろ、イラッとした話。いただきます。あ、横から食べる。うん、それからこう縦に食べる人。縦に食べられへん。うん、こうサクさんどうですか、最近イラッとしたこと。そうですね、何やろ、何やろ。何やろ、なんかほんまの豆が入ってる。これ何？これ何？なんか衝撃。え、しかもね、匂いも衝撃なんですけど。なんか変な匂い。え、なんか匂いすごい。これ何？早く。え？え、何？何？一生懸命細工したもんね。細工する時間がなかったですよ。ちょっと待って、え、これ一個だけですか。いや、もう一個あるから。もう一個、じゃあ最後食べてください。枝豆にセイロガン入れたらどういう反応されるか。セイロガンなんや。じゃあ、お願いします。最後に豆トークしない。ちょっと待ってください。私、セイロガン飲んだことないんですけど。それですね。胃がちょっと痛い、これ。もう完全にセイロガン。もう完全なるセイロガンです。いや、もう、待って、何も気づかん感じで、じゃあ、ちょっと豆トークしながらお願いします。はい、そうですね。最近イライラしたことって言ったら、ちょっと待ってくださいね。何やろ。うわー、待って、歯医者さん食べてるって感じ。歯医者さん食べてる。歯医者さん食べてる。待って、無理。初めて食べたんですけど、セイロガンの味。うん、いや、でもなんかもう、湿気出ても。サクさん、なんか臭い。ひどい。めっちゃ、で中和してる。もう食べていいですか。うまいわ。確かに歯医者さんみたいな匂いする。めっちゃ歯医者さん食べてます。
ということで結果、矢沢ママにセイロガン入れるドッキリは僕たちは成功しませんでした。残念。評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。Twitter、Instagram のアカウントはこちら、フォローよろしくお願いします。 SNS、ライブ情報などもチェックよろしくお願いします。ぜひライブ会場に遊びに来てください。バイバーイ。バイバーイ。こんにちは、くーちゃんです。この度、親子で楽しめるチャンネルくーちゃんにいるグレッツトライが開設。詳細は概要欄からぜひチャンネル登録してください。バイバーイ。まあ、嵐になって思わなかった。え、なんか変わった匂いがする枝豆やな、うんうん、ちょっと匂いは気になってたけど、でも見た瞬間もさかセイロガンって分からへんくって。種って、ほんまに種が入ってないと思って、こんなことあるんやと思って別の人とか笑ってやった。あ、なんか違うみたいな。